ジン・アーソは、スター・ウォーズシリーズの登場キャラクター。ローグ・ワン、スター・ウォーズストーリーの主人公で、銀河帝国の長兵器、デス・スターの設計図ダッシュを図る、ローグ・ワンのメンバー。英国人女優のフェリシティ・ジョーンズが演じ、日本語吹き替えは、渋谷遥が担当している。批評家からはキャラクターを、オリジナルトリロジーの半ソロ、シークエルトリロジーの例と比較して論評されている。 フェリシティ・ジョーンズ・ジョーン・ロールは自分の娘から発想を得てジン・アーソのキャラクターを作り出した。2015年1月、ハリウッド・リポーターはローグアンの主役候補としてタチアナ・マスラニー、ルーニー・マーラ、フェリシティ・ジョーンズなど複数の女優が選考を受けていることを報じた。2月にジョーンズが主役として最終的な交渉中であることが報じられ、3月12日に 彼女の起用が正式に発表された。ジン・アーソは科学者、ゲーレン・アーソの娘で、父は帝国軍のオーソンクレニックにデススターの開発を強要され、母ライラは帝国軍に射殺される。ジンは父の友人で、反乱同盟軍の過激派分子、パルチザンのリーダーである僧、ゲレラに保護され、彼に育てられ、戦闘術を教え込まれる。異軍のエリック・ゴールドマンは、 幼少期のトラウマが原因で、彼女は身を守るために壁を作るようになったと述べ、ポップマターズのクリス・バーサンティは、幼少期の悲劇が、彼女を、霊障的にし、反乱同盟軍に助力することを躊躇させたと、付け加えた。ヒラリー・バシスは、バニティフェアに寄稿し、ジンのバックストーリーは、スターウォーズシリーズ最大の資源である、ファーザーコンプレックスに頼っていると指摘している。 ジンのキャラクターについて、デイリー・テレグラフは、いかにも悪党らしく、半ソロ的なスタイルのヒロイン、ハリウッドリポーターのトッド・マッカーシーは、運命に導かれて、銀河で最も広大な強国と戦う、女戦士と批評している。エンターテインメントウィークリーのクリス・ナシャーティは、勇猛な戦士、立ち上がるリーダーと述べている。A.O. スコットは、ニューヨーク・タイムズに寄稿し、 ジンのジェダイ的理想主義は、ハンフリー・ボガード的死に沈むのヒントによって、最初に注目される。彼女は、同盟軍を疑い、帝国を軽蔑し、そう、ゲレラに複雑な感情を抱いていると述べている。ローリングストーンのピーター・トラバースは、ジンを、生まれながらの反乱者と呼び、ザ・ニューヨーカーのリチャード・ブロディは、ジンは反乱の精神を少しも抱いていなかったが、ゲレラや、 同盟軍と行動を共にするうちに、非政治的な少女から、活発な反乱者へと移行したと批評している。人役のジョーンズは、演じる際にソロを演じた、ハリソン・フォードが表現した不尊さを意識して演じている。また、ファンの間で、ジンは、レイの母親ではないかという憶測が流れていたことに、対して、彼女は、レイとジンには、地のつながりはありませんと否定している。 ジンの峠遺伝は帝国軍のクレニックに供養されてデススターの開発に参加させられ母ライラは彼女を逃がすために帝国軍に殺される逃げ延びたジンは父の友人であるゲレラに保護され彼に育てられるが成長後に彼と決別する15年後ジンは数々の犯罪行為で帝国軍に逮捕されるが反乱同盟軍に助け出される同盟軍は ゲレラが入手した帝国軍の長兵器の設計図を受け取るため、彼と関係のあるジンに協力を求める。ジンは同盟軍情報部のキャシアンと K-2SO と共に惑星、ジェダに向かいゲレラと再会し、ゲーレンが記録したメッセージを確認し、長兵器がデススターであることを知る。同じ頃、クレニックはデススターの死者実験の標的として、ジェダシティを攻撃し、ジンたちは ゲレラのアジトから脱出する。人たちは、ゲーレンがいる惑星イールの研究施設に向かうが、同時に研究施設は、同盟軍の攻撃で壊滅し、彼女は攻撃の巻添えで重傷を負った父と再会し、最後を見取る。同盟軍基地があるヤビンダイオン惑星に到着した人たちは、デススター設計図を奪取するため、帝国軍施設のある惑星スカリフに向かうことを提案するが、 同盟市民政府の議員たちは、彼女たちの情報の信憑性を疑い、提案を却下する。ジンは、キャシアンたち賛同者とともに死願部隊、ローグアンとして、独断で、スカリフに向かう。ジンとキャシアンは、ローグアンメンバーの犠牲の上に設計図をダッシュして、同盟軍艦隊に送信するが、デススターの攻撃に巻き込まれ、キャシアンと共に死亡する。 ジンは、レアオーガナやアソーカタノなど女性キャラクターを描いた、ウェブアニメ、スターウォーズ、ホース・オブ・デスティニーにも登場している。ザ・ストレンジャーでは、ストームトルーパーに連れ去られそうになった少女を助け出し、アクシデンタル・エイリーズでは、スターウォーズ反乱者たちのサビー・ヌレンと出会っている。ジェームズ・ルシーノの小説、カタリストにも登場する。銀河共和国時代末期のクローン対戦中、アーソ一家は、 分離主義者に拉致され、共和国軍少佐クレニックに救出される。超兵器開発部門に所属するクリニックは、ゲーレンにカイバークリスタルを利用したエネルギー技術開発を依頼するが、真の目的は、デスター開発に必要な技術を開発させることだった。ゲーレントライラークリニックの依頼を疑い始め、ジンを逃がそうとする。ローグワン、ジャパンプレミアでのスタッフキャスト AO スコットは、 フェリシティ・ジョーンズは、起点が利く、現代的なヒロインで、伝統的な、スター・ウォーズへの素晴らしい追加となったと批評した。ピーター・ブラッドショーはガーディアンに寄稿し、ジョーンズは、キャリー・フィッシャーや、デイジー・リドリーのような女性リーダーであり、王女のような裕福な人間ではないものの確かな、目的意識を持っていると批評した。ピーター・トラバースはジョーンズを、極上、人を、 偉大な女戦士と評価し、ロサンゼルスタイムズのジャスティン・チャンは、ジョーンズの、同情的な残忍性のある役を称賛した。インディワイヤーのデビッド・イー・リヒは、スター・ウォーズ・フォースの覚醒の例と比較して、エピソード7の勇気のあるヒロインと区別がつかないと、批評した。クリス・ナシャーティは、ジョーンズは彼女を温かい演技で、単なるコマ以上のキャラクターに変化させたと批評している。 ワシントンポストのアンホーナディは、ジョーンズとリドリーのキャラクター双方に関連性があることを指摘している。ハリウッドリポーターのグレーム・マクミランは、ジンが受動的なキャラクターであることを批判した。ありがとうございます。